日本鹿児島県鹿児島市自由が丘自由が丘は、鹿児島県鹿児島市の町庭。郵便番号は891-0106。人口は2507人、世帯数は1128世帯。自由が丘1丁目及び、自由が丘2丁目があり、自由が丘1丁目及び、自由が丘2丁目までの全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市南部に所在している。全域が自由が丘団地として大地上に開発された新興住宅地である。町域の北方に中山、南方に西和、東方に東谷山、西方に中山町が接している。町域全体が自由が丘団地として建設されたものであり、付近には中山バイパスがあり、ロードサイド店などが充実している。 南方には、谷山市街地がある。最寄りの鉄道駅は、いぶすき枕崎線の谷山駅と鹿児島市電、谷山線の谷山電停である。自由が丘一帯は、山地と低湿地であり、地内にある、無体家は、長田川の川跡であったとされ、周辺が低湿地となっていた。1968年より、自由が丘団地として造成が開始された。 1990年2月13日に、中山町の各一部にあたる希望が丘、自由が丘団地地区において、住居表示が実施されるのに伴い、町域の再編が行われた。これに伴い、自由が丘団地の区域にあたる中山町の区域より、自由が丘1丁目、自由が丘2丁目が新たに設置された。また、同時に、自由が丘1丁目及び、 自由が丘2丁目の全域で、住居表示が実施された。2001年8月13日には、ブハサマ団地周辺地区で、住居表示が実施されるのに伴い、上福元町の一部が、自由が丘1丁目に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。